はい、皆さんこんにちは。今見ていただいた動画は、12月の25日までですね、行われていましたテラスモール湘南の、イルミネーション2020ということで、お届けしたんですけど、前回ですねお送りした動画、まあ、見ていただいた方もいると思うんですが、まあなんとも申し訳ない動画になっちゃいまして、というのも LED の約13万個使っている LED が一斉にちらつきを起こしたと、まあ、いわゆるフリッカーをですね起こしてしまったという、そのいわゆる僕が撮った動画の中でそれが起こってしまったということで、もうずっとこう流れる点滅になった動画がずっと流れるという、本当にもう申し訳ない動画になっちゃいまして、これはなんとか僕はしたいぞということで、まあ、これ撮ったのがですね、ソニーの ZV-1 新しくまあちょっと購入をしまして、それで撮ったらなっちゃったということで、でもいろいろこう情報収集をして、この ZV-1 であれをこう回避する術はないのかということで、いろいろこう、やったんです、調べたんですが、どうやらなさそうだぞと。でまあ、あとは撮った動画をこうね、まあ、例えばファイナルカットだとかアドビのプレミアだとかっていうのでこう修正をするというような、そんなことしかできないのかなという、まあ、そんなことで、でなんでこの ZV-1 はダメだったのかというと、シャッタースピードの細かい数字での調整ができない、多分僕もメカにそんなに詳しくなくってですね、まあやれるところをこう探していくしかなかったんで、でまあこれシャッタースピード優先っていうのはできるんですが、それがそのスピードを変えることができないということだと思うんですね。もしできるんだったら教えてくださいということになっちゃうんですが、で、もうこの僕は関東に住んでいて、テラスモール湘南ですから、関東ですから 50Hz で、まあ、西日本は 60Hz ということで、でこれ1秒間に50回、まあ、点滅してるんですよね、多分ねもうすいませんね、ど素人なもんですからね。でその 50Hz は目にこう、まあ、人間の目ではね点滅してるように見えなくて、ずっと光ってるように見えてるんですけど、実は1秒間に50回点灯してるというのが 50Hz らしいんです。でね、それを回避するにはシャッタースピードを50分の1とか100分の1にすると、ちらつきがなくなるよというのを、これも、他の YouTuber さんの動画を見てですね、したわけですが、 ZV-1 はその50分の1とかっていうのがどうやらできないぞというようなことでですね、これは困ったなと。でもせっかく綺麗なね13万個のイルミネーションなんだから綺麗に撮りたいぞということで、でんまだカメラは別にあるぞと、でしかも 4K で撮れるカメラはあるなということで、GoPro をですね使いました。で GoPro のHERO7っていうのをまだ僕は使っているんですけれども、これはまあ 4K も撮れますし、でですねなんと、50分の1のシャッタースピードを設定することができると、これも YouTuber さんのねやつをこう見させていただいて分かったんですが、はい。でそれで撮った動画が今回、お見せしたそのちらつきがもう全くない動画でした。はい。で最後の方にですね、前回のちらついている動画も、載せました。はい。それ比較ちょっとしていただけるというところでですね、でそのちらつきが出ない設定を GoPro の HERO7 ではどうすればいいのかっていうところを最後にお届けして、今回の動画を終了します。
皆さん見てくれてありがとうございました。はい、こちらが、GoPro Hero 7の画面になりますけれども、ここに見てもらってるようにですね、 4K の50ということで、もうこれ設定変更してるということなんですね。でこの50に、まあ、関東ですね、関東50なので50に変えよう、ユーザー設定の、地域、指が大きいんでちゃんと押せない、はい、地域のこのビデオ形式、こいつが NTSC にしちゃうと、これが 4K60 になっちゃうと。でここで、見るとですね、はい、24、30、60、120ということで、ね、30の倍にずとなってしまうということで、これ60になっちゃうと、これ60だとちらつきが出ちゃいますよということですね。はい、なのでこのままだとまたちらつきが出ちゃいますんで、これでちょっと直しておきますと。はい、地域の形式がパル、はい、パルに変わりましたということで、はい、で、これでこちらの方が4K の50という、これだけです。はい、これで